私50歳過ぎてもピザが大好きです。どうしたらいいでしょうか。いいんじゃないですか。ピザ別にどうしたらいいでしょうっていいんじゃないですか。だからサラダを食べてください、ピザの前にね。僕それをサラダを食べないでピザばっかり食べてたから心臓の血管詰まっちゃったんですよ。やっぱピザ好きで。ピザ好きですね。行きつけのねイタリアンレストランでね、8枚切りなんですよ。ブッフェマルゲリータって水牛のねチーズなんですよ、白いねモッツァレラの。いつも行く時ね、朝から準備してちょっと軽め軽めにしてペコペコにしていくんですよ。そうするとねもうでちょっと薄いんですけどもね。である時ね、向こうの人がもう食べちゃったんですか関根さんとか言ってたから、俺どのくらいで食べるのかなと思って測ったの。そしたらね4分だった。1枚30秒だったの。それをそこでしょっちゅう食べてたわけ、一人で。だからそしたら天海祐希さんが当時近所に住んでて、そのお店のしょっちゅう来てたわけ。それで俺が一人でピザ食ってるのを何度も見かけたわけですよ。それで店員さんに、関根さんいつも一人なんですか、一人いつも来てますよって言うから。である時テレビ局で注意されたんです、天海さんに。関根さん一人で食べてちゃダメですよ。あそうですかっつって、一緒に行きましょうよって言って天海さんと交換して、で天海さんが友達連れてきてくれて、僕もズとか流れ星とか岩井川とか連れてって2回か3回ぐらいそこで一緒に食べさせていただきました。 ピザが春日井になってくれてあそこはねピザもねテイクアウトできるんですよね。でテイクアウトしてよく買ってったんですけども、ある時ねハンバーガーでね、マリが好きなハンバーガーありましてね、家族に買っていくっていうんで、僕ねやっぱ出来たて食べたかったから僕だけ食べたんですよ、作ってもらってる間で。僕だけ食べてで帰って、はいはいはい、ママね、はいマリね、はいはい、ケイ君ね、はい、えおちゃんのは、俺食ってきたよって何それとか言ってすっげえ怒られて、自分だけずるいわとか言って、いいじゃんね買ってくるんだから、出来たてをすぐ持ってってんだから、別に出来てるのを置いて食べてたわけじゃないんだから。でもそういう共通の意識が足りないって言って怒られた。ピザ屋さんとかに一人で食べに行くことには全然抵抗ないんですか。全然ない、僕一人でどんどん行きますよ。カラオケも一人で行くし。ただね焼肉一人で行った時はね寂しかったね美味しくなかったね。あとね一人鍋ってあったんですよ昔、有楽町に。塩とか醤油とか選んでまず食材が流れてくるんですよ。あれみたいに回転寿司みたいに野菜入れたりキノコ入れたりしてこうやって食べたらすっげー寂しかった鍋は寂しいね。あれは寂しかったな。やっと焼肉も一人で焼いて。でも今一人焼肉ってこういうねカウンターでこうなってるのあるじゃないですか。あれは寂しくないね。もう最初からこうだから、この4人席でさ、でここにこんなでっかいコンロがあってさ、で一人でこれやってると寂しいね。で空間だよね。めちゃくちゃ広いトイレ入ったことあるの。落ち着かないねやっぱあれ適正な広さあるのね。あんまり狭いのも嫌だけど、焼肉屋さんの一人用はちょうど一人でこうコンロも小さいしね、アクリルっていうかこうねあってこう見えないようにしてあるし、あれは食べられますね高級店で一人で行くと寂しい。いやピザはまあ野菜食べてから食べてください。